ジンバルを使用してなんちゃってドローンショット撮りましょう。どうも皆さんこんにちは、映像クリエイターの石田裕一です。もし初めての方がいましたら、このチャンネルでは分かりやすく優しい動画制作をテーマに発信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日の動画ではこちらのようなジンバルとこの一脚を使ってドローンのようなショットの撮り方の解説をしていきたいと思います。ジンバルとは映像制作をするときに、こういう感じで動かして使ったりするんですけども、映画のようにブレのない滑らかなショットを撮ることを可能にしてくれます。このジンバルとあとはこういった一脚を組み合わせるだけで、結構あって思うようなドローンっぽいショットが撮れるので、今日はそのお話をしていきたいと思います。今は日本も含めて世界中でどんどんドローンの規制が厳しくなってきています。でそうなるとやっぱもう全然飛ばす機会っていうのが減ってきますよね。僕は今韓国にいて、でこの韓国に来る前には東ティモールっていうところにいたんですけども、そこではドローンの法律がなかったので自由に飛ばせたんですけども、今いるこちらの韓国はドローンの規制がすごく厳しいので、もうこちらに来る前にドローンは友達にあげちゃいましたね。でそうするとドローンのショットは撮れないんですけども、なんとかこの一脚とジンバルを使って今はドローンっぽいショットをこう撮ったりしてますね。ドローンを使って撮影してる時に、結構ドローンって高く飛ばしちゃいがちなんですよね。で操縦してると結構楽しいですし、こう高く飛ばしてしまうと、こう逆にこうシネマティックなルックっていうのはなんか減ったりするんですよね。でドローンを使ってても結構低空飛行で、人とか車とかが入ったりしてるとすごい迫力のある絵になるんですけども、この一脚とジンバルを組み合わせるとちょうど2メートル3メートルぐらいの高さになるので、こういい意味でこう気持ちのいい映像、シネマティックなルックに仕上がります。ジンバルとこの一脚を使って、実際にどんな感じかというと、こういう感じの映像になりますね。やり方を覚えれば結構簡単にできるので、ぜひチャレンジしていただければと思います。じゃあそれではちょっと今からカメラとジンバルの設定についてお話をしていきたいと思います。でまず必要な機材として、こういった一脚があるといいですね。でこれはマンフロット社のジンバル専用の一脚っていうのがつい今年発表になって、でそれで買いました。すごくでっかくて重たいですけど、こちらに関しては1本動画上げているので参考にしていただければと思います。でこれは結構もうスムーズにこう伸び縮みができる一脚 でもうカーボンでもうむちゃくちゃ頑丈ですね。でちょっと重たいですけど、やっぱり安全性を考えてこの新しい一脚は購入しました。であと必要なのがこうジンバルが必要ですね。でなぜ必要かっていうと、やっぱこの棒の先の高いところにこうカメラを置くんで、このジンバルがついてないとその歩いてる揺れをこう吸収できないので、そうすると結構ボコボコな絵になってしまいます。なのでこうジンバルは必要ですね。でカメラは一眼レフがあればいいですけども、一眼レフがない場合には別にもスマホとかあとは GoPro とかでも十分綺麗に撮れます。むしろ軽いカメラの方が高いところに上げるんで安全だと思います。でミラーレスを使っていても APC などのカメラがあれば、そっちの方がいいと思いますね。軽い方がやっぱ断然安全だと思うので、レンズはなるべく広角を使っていただいた方がダイナミックで迫力のある映像が撮れるので、広角のレンズをお勧めします。具体的には20ミリ以下ぐらいのレンズがいいですね。このジンバルを使ったドローンショットを撮る時の、カメラの設定ですけど、僕はいつも 4K で撮ってます。でフレームレートは24フレームにしています。このフェイクドローンショットで途中でスローモーションにすることは僕は一度もしたことないの でそうするとスローモーションでは使わないので24フレームで撮影しています。でフォーカスについては僕はマニュアルにしています。で特にこうモデルさんについていくとか、そういうことがない限りは別にマニュアルで無制限にピントを合わせると、どっか他のところにピントがあってピントが外れるっていうことも防げるので、マニュアルで設定していただくのがいいかなと思います。で露出に関してはマニュアルで設定するか、あとは絞りやシャッター優先でも
もうソニーの場合だったらあの AEL 採用しボタンで、まあ、露出を固定してください。で露出を固定しないと場合によってカメラが勝手に明るくなったり暗くなったりしちゃうの でそれを防ぐために露出は固定した方がいいと思います。でそしてこのジンバル側の設定なんですけど、これジンバルではロックモードを使用します。ロックモードというのはジンバルの動きが固定されていて、こう右に回して今普通に回りますけど、でこれがロックモードの場合だと右にひねっても動かしても上下に動かしてもカメラがずっと同じ位置に向き続けます。でこのロックモードを使用します。ジンバルを使ったドローンショットの場合は、まあ、基本的にもうまっすぐ歩いてでそのショットを撮るという感じですね。でこれで無理に曲がろうとかするとやっぱ結構技術的にも難しいので、まあ、やっぱシンプルなショットを心がけたらいいと思います。まあ、歩き方はこう忍者歩きで膝を曲げてでショックを吸収して歩くようにします。やっぱりこの一脚の 1.5 メーターぐらい先の上にこうつけてでこれで歩くので忍者歩きジンバル歩きをしてもやっぱりこう縦揺れはしやすいですね。で特にこの狭い場所なんか通過している時にはやっぱ結構やっぱ難しくて、僕もまだまだ練習してますけど、まあ、結構あの揺れは出やすいです。まあ、基本的にはこうなるべく狭めな道とかで通ってた方がより迫力が出るんですけども、まあ、どうしてもこの揺れが気になる場合っていうのは、まあ、少し広めの場所で撮影するとその揺れが気にならないかと思います。でこのショットを使う場所としてこう人が歩いてるような場所とかだとこのやっぱこう一脚で高さを出すのでそうすると人より高いところでこう撮影できているのでだいぶこの臨場感っていうのかな、そういうのが増すのでこうちょっと人とかが歩いてるところがいたら、まあ、チャンスなのでちょっと試していただければと思います。でまたあとは屋根の軒先があるような場所とかお店の看板があるような場所とか何かそのカメラの位置の高さが分かる場所にあるとこうより迫力が増しますね。この撮影をするときに気をつけていただきたいことをちょっとお話します。これはドローンっぽいショットですけどもやっぱあの物理的に高いところにカメラを上げます。なのでまずは全てのカメラや三脚ジンバルの緩みがないかっていうのも必ず確認してください。でこれ1回でもその緩みがあってミスをするとそれで、ね、やっぱ高いカメラだと数十万なのでそれがあのポシャってしまうので気をつけていただければと思います。でまあやっぱやりがちなのはこう一脚のロックする場所がちゃんとロックをされてなくてこうストンって落ちてしまうとかいうのがやっぱこうあってはいけないので、で確認安全のためにも必ず確認していただければと思います。でジンバルの中でも、もうたくさんネジがあるの でそれぞれが緩んでいないかっていうのは確認していただければと思います。で、まあ、ドローンみたいにこうプロペラがついてこう飛んでるんじゃないんで、まあ、それに比べては安全性は高いんですけど高いとこからショットを撮るし一脚自体も 1.5 メートルぐらいあって長いしカメラやジンバルのセットで重さでいっても数キロになるのでやっぱこれが誰かに当たったりするとやっぱもう大きな問題になってしまうのでその取り扱いには十分注意していただければと思います。で特にこう一脚なんかこうやっぱ夢中になりすぎてて、ね、後ろ側が誰かに当たってしまうみたいなこともなきにしもあらずなのでまず安全第一で撮影していただければと思います。でこの撮影をするときにはもう結構いろんな人の視線が集まって恥ずかしさ全開ですけど そこら辺はちょっとこうスターになった気分でみんな僕のショットを見ていてよみたいな、まあ、なんかそういう感じでもう痛さになれるみたいな、なんかそういう感じでやっていくとあのどこでも撮影できるようになってきます。まあ、映像やる人とかだったらやっぱこういいアングルは結構変な格好してやったりしなきゃいけないのでそういう意味でこう恥は捨てていい表現のためには努力を惜しまないみたいな、なんかそういうプロフェッショナルリズムで恥ずかしさを克服していただければと思います。はい、というわけで今回の動画ではジンバルと一脚を使ってドローンっぽいショットを撮ろうというお話でした。もしこの動画がお役に立てればぜひ高評価ボタンよろしくお願いします。僕のチャンネルでは映像制作に関する様々なことを発信していますのでチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。で何かコメントがあればお気軽に書き込んでください。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。